パーキングレディーカップ2022湘南でレシコ覚悟、逆転条件はこの馬しかない。皆様こんばんは。加速情報競馬データ検証の野球でございます。本日は5分でわかる外球データ編ということで、スパーキングレディーカップ地方競馬の特別編としてやっていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去のスパーキングレディーカップ外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去のスパーキングレディーカップでどのように構想しているのか確認していきたいと思います。そして2つ目、今年のスパーキングレディーカップはどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年の狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちら、スパーキングレディーカップの2017年の傾向でございます。1着はアンジュデジール、2着はララベル、3着はタイニーダンサーでございました。今年の傾向といたしまして、2着は地方馬で全て重賞から、そして3着でリピーターというような流れでございました。そしてこちら、スパーキングレディーカップ2018年の傾向でございます。1着はリエノテソーロ、2着はオーケンビリーブ、3着はラビットランでございました。この年はビクトリアマイル組、リエノテソーロとラビットランが馬券に絡んでおります。そしてこちら、スパーキングレディーカップ2019年の傾向でございます。1着はファッショニスタ、2着はサルサディオネ、3着はローレライでございました。この年は2着逃げ馬でございます。そして3着ローレライは地方馬でございました。そしてこちら、スパーキングレディーカップ2020年の傾向でございます。1着はファストにした、2着はメイクハッピー、3着はサルサディオネでございました。傾向といたしましては、1着の勝ち馬はリピーターでございます。そして3着サルサディオネに関しましてもリピーターで、そして逃げ馬、さらに地方馬ということでございました。そして次に、スパーキングレディーカップ2021年の傾向でございます。1着はサルサディオネ、2着はリネンファッション、3着はグランデストラーダでございました。この年の1着はサルサディオネは地方馬でございます。そして勝ち馬はリピーターということで、続けての連続でございます。そして今回も逃げ馬、そして2着のリネンファッション、こちらに関しては前走3勝クラスの勝ち上がりということでございました。スパーキングレディーカップ2022年狙うということで、条件をまとめてみました。まず1つ目、3年連続で逃げ馬が馬券内でございます。4コーナー先頭は5年で馬券に絡んでおります。2017年2着のララベル、こちら2番手から4コーナー先頭。そして2018年1着のリエノテソーロ、こちらは2番手から4コーナー先頭でございました。そして2019年から2021年は逃げましたサルサディオネ、こちらが3年連続で馬券に絡んでおります。直近5年で3年が4角3番手内の決着となっておりますので、前に行く馬狙っていくのが基本かと思われます。そして2つ目、 JRA 地方関係なくリピーターで要注意でございます。2017年3着のタイニーダンサー、2020年1着のファッショニスタ、2020年3着のサルサディオネ、2021年1着のサルサディオネということで、リピーターが非常に怖いそうなレースでございます。このリピーターに関しましては地方でも関係ございません。 JRA 地方関係なくリピーターは狙っていくのが基本かと思われます。さあ行くぞ。それでは野球のおすすめ、さあ行くぞのコーナーでございます。今回はサルサディオネを狙ってみたいと思います。まず1つ目といたしまして、リピーターでございます。2019年2着、2020年3着、2021年1着ということで、リピーターの強いレースでございまして、今年は唯一のリピーターでございます。そして2つ目、金量58キロは経験済みということでございます。実績は金量が58キロというところにですね、苦戦するというレースでございますが、4月のマリンカップでは58キロで2着で好走しております。湘南なでしこに突き放されておりますが、相手のね、湘南なでしこは前回57キロでしたから、まあ、今回ね、初の58キロになります。サルサディオネはですね、スタートで負けないというところがございますので、相手が金量で伸びを欠くようであれば、逃げてチャンスがあるのではないでしょうか。そして3つ目、8歳牝馬なんですけれども、衰えはありませんよというところでございます。前走はボボ相手に先玉杯を制覇しております。そしてですね、1400メートルを逃げ切って勝っておりまして、今回は距離延長ということになりますので、まあ、スタートの出もね、早いですし、さらにね、楽な展開になるかなと思われます。この3点からサルサディオネ、ね、湘南なでしこ逆転するのはどうかなっていうところではございますが、いい勝負してくれると期待してね、狙ってみたいとは思います。最終的な中央競馬の外球馬やデータ該当馬に関しましては、出走馬を確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。
いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう。今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。